三重県紀宝町のウミガメ公園でゴールデンウィークを前にウミガメの大掃除が行われました。この施設はウミガメの保護・啓発活動の拠点となっていて、昨日は飼育員や公園の活動を支援しているウミガメサポーターの会員らおよそ20人が甲羅をたわしでこすりきれいにしました。めっちゃ楽しいです。ウミガメもめっちゃ可愛くていい経験させてもらってますよ。ウミガメ公園の担当者は、きれいになったウミガメを見に来てほしいと話していました。